2015年12月1日、韓国聯合ニュースによると、恋人を暴行した罪などに問われていた大学院生の男性に対し、韓国の裁判所が、大学院を除籍になる恐れがあるとの理由で、罰金刑を言い渡したことが、韓国内で物議を醸している。男性は、今年3月、電話での応対がそっけなかったとの理由で、同じ大学院に通う恋人を約2時間にわたり暴行し、骨折などの怪我を負わせた容疑で起訴された。韓州地裁は、このほど行われた判決公判で、被告人の犯行は悪質だと判断しつつも、被告人が反省していることや前科がないこと、執行猶予以上の刑を受けた場合、大学院を除籍される恐れがあることなどを理由に、罰金1200万ウォン、約130万円を言い渡した。しかし、大学院を除籍される恐れがあるとの理由で前処されたことについて、韓国内から疑問の声が相次いだ。ネット上では、同県の監査を請求するための署名運動が広がった。これについて、韓国のネットユーザーは、以下のようなコメントを寄せている。2時間も暴力を振るうなんて恐ろしい。裁判官も悪質だ。裏でお金が動いているんじゃないのか？暴力を受けたのが自分の娘だったらと考えてみろ。法律は金と権力の味方。子供が聞いてもおかしい判決だとわかる。勉強ができれば何でも許されるなら本当に恐ろしい社会。学校は学校らしく、裁判官は裁判官らしくあるべき。